き氷店来ました。1200円。あ、ちなみに配信許可もらってますから1200円です口直しの梅干し付き、これ氷の砂糖のシロップ、あとブドウのシロップ、まあいろんな種類があるんですけど、すごいですね。ここ2000円近いかき氷とかもあるから、これ1200円。うん、天然氷のやつアナさんがこうね、天然氷で少しずつ氷をこうなんて凍らして作るの、自然の寒さで。だから冬場に作っとくんですよ。冬場に氷池っていうのがあるんだけど、そこに水をこう入れて、少しずつこうね、自然のあの寒さで、自然の寒さで凍らすんですよ。でだんだん凍らしてって、でそうすると木の葉とか落ちてくるから、その表面だけ削って、汚れたのやつを、でそれでまたちょっと表面削って、さらに水を足してって、ちょっとずつ大きくしていくっていう、そういうやり方、そういう製法の氷で、でこれめちゃくちゃねキメが細かくて結構違うんですよ本当に。有名なやつです。はい。これ1200円します、これで。高いやつね、これ1個で1800円とかあるから。はい。あ、YouTube ですか？あ、大丈夫ですよ。はい。はい、ありがとうございます。よいしょ。ということで、領収書ももらいましたし、まあこれも経費にしますんで、はい。あ、そういえばリスさん取れてましたね、やった。ということで、これあとね。このかき氷の秘密があって、このかき氷の秘密何回かやってますけど、結構ね早く食ってもね耳が痛くならない、耳ってか頭なんでかっていうとですね、あのかき氷をねこうかき込んで頭が痛くなるのって、氷がこう冷たいものがね、このベロの下ら辺にあるなんかところがなんかこう冷たさを感じると頭が痛くなるような、なんかそういう神経みたいなのがあるんだけど、そこがなんだろう、冷たくなる前にこのかき氷はふわふわなので溶けちゃうから、だから頭が痛くならないの、結構一気に食っても。ただあまりにも一気に食うと痛くなるけどねっていうやつなんです。はい、そうです。アリさんおめでとう、ありがとうございます。風船中の子供、そうそう、この前一緒に行ったところです。そうそう、友達とね。よいしょ、じゃあいただきます。いや、これ普通にねなんか混んでなかったから、一人で食い行こうと思って、で食い行ったらなんかこう声かけられたんですよ。あ、この前なんかお友達とご一緒に2人で来ましたよねって言われたから、あ、この感覚いけるかなと思って、別に配信しようとしてなかったんだけど、なんかかき氷食いたくなっちゃってこの感触いけるかなと思って、配信していいですかって言ったらいいですよって言われて、配信してるものなんですけどみたいな。そう、じゃあこれ食べたいと思います。めっちゃ酸っぱいんだけど、わからない。僕中お酢。じゃあまずこのねちょっと砂糖のね水みたいな、砂糖シロップみたいなのがあって、これだけ食っても美味しいですけど、でこれでブドウのシロップを、わお、わら美味しそう。痩せた、いや痩せたよ、マジで痩せた。今日体重計乗ったら62キロ切ってたぐらい、 61.9 だった。うまっ、めっちゃうまいな。氷もうまいのにシロップもまたうまいから。
生活って。それいいのかどうかわからんけどさ。めっちゃうまいわ。熱いよ。いや、ほんと痩せた。いただきます。朝、体重計乗ったら 61.9 だよ。だいぶ歩いたからね。これは1200円。幼稚園ぐらいからぶっちゃいけど。幼稚園ぐらいから。3歳までぶっちゃい。目がつって、どんだけ歩いても目がつったまんまや。というような顔をしております。ね、かわいいね。朝は女の子に間違えられる。かわいそうだね。今は。トイレできるんだ。家のトイレが。なんかいいよ。今日はここなんかできるよ。できるよ。ブドウ味。いや、他にもいっぱい種類ある。あ、こんにちは。ツイキャスもやるよ、ツイキャスもやるけど、まあ一応リストは取れたねっていう枠ついでにちょっとかき氷店やろうかなと。ごめんなさい。なんか今日全然並ばなかったね。タヌキ枠珍しい。まあまあ前の方についてるだけ。あ、たまに汚いバッチリ。声聞きたいから周りのお客さんもいるから。はい、綺麗だったね。綺麗感じ。あ、いいや。うまっ。今テレビでやってたよ。ここめっちゃ有名なところ。ここめちゃくちゃ有名なところ。うん、ここマジすっげえ有名店。最近はね、そこまででもなくなったらしいんだけど、前これかき氷いっぱい食うのに。真夏とかまで3時間とか並ぶかな、3時間とか並ぶな。3時間とか並ぶんだよ、かき氷いっぱい食うためにテレビとかでも何回やってすっげえ有名なとこ。今はね、多分コロナの影響もあってだと思うんだけど、結構並ばなくなって今食えるんだよ。並ばないで食えるから、